のびのびクリニックお次の方どうぞはいのびのびクリニックの時間です今週もあなたの明るいエッチな悩みにお答えしますえ、私はナースの新田信子ですきゅうりじゃないのよナースですそして悩みに答えてくれる先生をご紹介します久米村直子先生ですこんにちはよろしくお願いしますお願いしますそしてナースの桂ポンポコちゃんですはい お金がないの、先立つものは、きっくびだけ。こちら、ぽんぽこです。<laughs> エナースをしながら、楽おかをしているぽんぽこちゃんです。よろしくお願いします。ますさて、今日のお悩みですけれども、今日は、さおりさんという女性のリスナーの方からいただきました。はい、よく、食の好みとエッチ 相関性があるってて言われてますよね実は今職場で気になっている男性がいるんです中途採用で入ってきた人なのですがスポーツマンでお尻の上がった35歳話も面白いしとても素敵な男性なのですが変色がすごいんです いい大人なのに野菜が食べられなくていつもカレーやハンバーグなどのお子様メニューを食べています一度お弁当を渡したことがあったのですが箸使いがとても下手くそでお豆を上手につかめず飛ばしてきたりしていました食べ物の好みや食べ方が汚い以外は 外見も含めて本当に魅力的な人なのですが食事の好みの合わない人は体の相性も悪いんでしょうかまた箸使いの下手な男の人はエッチも下手くそな人多いんでしょうか教えてくださいこういう方ですね。 パッと見た感じと、まあ、裏側って言ったらあれですけどもうなんかもう野菜が食べられなくて、うん、お肉とかそんなのばっかり食べてるとでもいますよねこういう人ってね。<ー>ポンポコちゃんのお知り合いの方でこういう方いい方ますか結構でも多いような気がします。うん、変色の人とかっておー あのー、野菜はやっぱり食べた方がいいと思うんですけどもね。ポんポ、うんボボちゃんは好き嫌いないんですか。私はあれですね、ゴーヤが苦手です。ちょっと変わったところですよね。<laughs> それはまあ大概いるでしょうね。<laughs> ゴーヤは苦手っいうか。ゴーヤとパクチーが苦手なんですけど、あとはあのほとんど大丈夫です。大丈夫。奈央、はい、子先生は。私はあの一応あのビジネス好き嫌いないです。 何ですか<あ>そのビジネス好き嫌いってあのなんかこうちょっと偉い方々と食事をする時には好き嫌いないですって言いますねあ言うんですねあ,、はい、あ素すらしいでもアレルギーっていうのもないし好き嫌いだけですもんね、はい、ん好んでは食べたりしないんですけど食べられないことはないっていう、うんうん、ああそうですか、はい、え意外いっぱい あるんですか。うん、す <laughs> <laughs> 本当は何が一番好きなんですか。うん洋食ですかね。あ、洋食が好きなんですか。はいはい、フレンチ、フレンチも好きです。はい、じゃあ洋食屋さんって大好きです、ね。大好きです。いいですよね。洋食屋さんは。<laughs> あ、意外とあるんですね。でもね。でもどうなんですか。あのまあこの方が言っているのは、うん、あのお箸な。 下手なお足の使い方が下手な人は男の人はエッチも下手くそじゃないかなっていうぼ、うん、ンぼくちゃんこれについてはどう思いますかでもそれはすごくあると思います、うん、多分ですけどそれ以前に話が面白いスポーツマンっていうのはそれだけでモテるんで、うん、そうでしょうねなんでそんなに努力しなくても簡単にエッチできるんですよね、うん、<laughs> <laughs> なるほどなるほどはい 簡単にエッチができる簡単にエッチができる男っていうのは割とすべてにおいて雑な人があ雑なんですか雑な人が多いような気がします努力しなくても努力しなくてもあの女性の方がもう受け入れ体制がすぐできてしまうのであらなお子先生も好きそうですよね<え>こお尻のお尻の上がったスポーツマンの三十五歳私ダメかもしれないえああそうですかダメかもしれないモテそうな人はダメかもしれないあらあ あ、捨てられるって思うんだすか。<laughs> 捨てられるっていうか、<laughs> 多分防衛本能ですね。<ー>ですよね。えー、この人絶対浮気するわとか、ね。なんでしょうね。うん、多分。思うんでしょうね。うんうん、へえ。ぽぽちゃん、このお尻の上がった三十五歳っていうのはどうですか。大好きです。大好物です。か大好物です。 私の個人的な感想なんですけどお尻上がった人って精力的に強い人が多いような気がしますへ<ー>へお尻上がってる人はたるんでる人よりもそんなのはそんなとこ見,見るんですか女の人っていうのは私も女ですけど<へー> <laughs> 見てるでしょは見 <laughs> 見てそう私はお尻見ますね男の人のお尻。<laughs> 信子さんはもうまんべんなくチェックしてそう。まんべんなく鮮べんなく。なく <laughs> すごいですよ。もう百万遍に行くと<ん>京都大学があったりとか。<laughs> どうですか、奈央子先生はどんなとこ見るんですか、男性の。えー、私見ない。え、見ない。<laughs> 見ないな見たくないんです。手,手とか見ない、えー。見ないですね。えー、手とか。 あの胸板とか、はい、全然見ないもうどっちかっていうともう何も見ないでおきたい本当になんかねあの防衛本能があるんですよ <laughs> そ<う>なんか見てそこが好きになったらどうしようとかって思うかもしれないですね,ねうもう本当にね <laughs> そのくせね<笑><笑>食事の好みの合わない人っていうのは、うん 体の相性も悪いんじゃないかってポンポコちゃんどう思いますか私でもそれはね最終的には関係ないと思うんですよ、うん、私偏食の男の人よりも漂食の男の人の方が嫌ですね<食>あ,あんまり食べない人食べない人っていうのはエッチも弱い人が多かったですああ、いろんな経験されましたよね食に対して貪欲じゃない人っているんですよね食、えー、に貪欲っていうのはわ <laughs>、うん、かります。<laughs> わかりますね野風呂さん確か貪欲よね貪欲、うん、<laughs> 食に貪欲野風呂さんは何でも食べるんじゃないですか、えー、好き嫌い,いやでもなんかこう美味しくいただきたいっていう方じゃないですかそう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 ,そうですよね <laughs> <laughs> でも今例えば洋食食べたいなと思ったら洋食屋さん結構探しますね うんうんうんあのまあお腹減ってるからもう何でもいいわっていうのは嫌やなんですじゃ努力するタイプ努力しますね努力します努今ちょっとうなぎが食べたいんですけども今日は何今日食べられませんよすぐにはすぐには食べられませんね金沢に行かないとダメなんで金沢にの美味しいうなぎ屋さんがあるんですかこの間見つけたんですけどそこまで我慢するんですか うん、金沢でも明日食べようかなと思って <laughs> 今日はせっかくだから回転寿司かなんか行きたいなと思ってんです、ね、あいいですね我慢できるんですね我慢します <laughs> 美味しいもののためにそう給湯器が壊れてね <laughs> 本当にも大変でしたも <laughs> 一緒に住んでらっしゃるんですか<れ>信子さんとね<え>。えー、信子さんと私一緒に住んでるんですえぇ、えー <laughs> 私のぶろさんの抱き枕ですコメントに困ります抱き枕ですって言われるどうですかあのでもね橋使いはねあの治りますよ私ね30歳までねバッテンになってたんですよバッテンにしてそれで挟んでたんですよハサミの作 ハサミで挟んであのお箸を使うような感じそれがもうダメだと思って直そうと思って直しましたこれね毎日のことなんで治りますあ、ええ、今上手ですよそれは何を意図しておっしゃってるんですかだからどんな人にも箸使いとエッチと合うんですよ 私はどんな人にも合わせます。<laughs> 努,力努力家ですね。努力家です。<laughs> な子先生は <laughs> この方に何かあのアドバイスありますか。うん、アドバイス。あのいろんなタイプを楽しんでいただければよろしいかと。<laughs> <laughs> いろんなタイプを楽しむ。えー、はい。 ああこういうい人でもねだからいいとこを探せばそうですね,ねスポーツマンかっこいいしお尻が上がってるし話も面白いしまあ気に入らないとこも一つ二つあってもいいかなっていうことですねそうやって生きてこられたんですね。<laughs> 下たくそだったらもうじっとしといてもらえばいいじゃないですかね。 ポンポちゃんなんか下手くそってやっぱ嫌でしょエッチのエッチのヘタクソな人って嫌でしょ。でも今の年齢だったらむしろそれも含めていっとほしいです。<ー>若い<今>若い時だったら嫌でしたけど。はい、あ今の年齢だったら。今だったらもうそれも含めていっとほしいですああ。それも可愛いなと思うんですね。はい、名子先生まだそこまで言ってません、ね。言ってない言ってない。<laughs> 今まだあの何が合うかもう模索中です。<laughs> 模索は気をきる。<laughs>